はい、短期決戦です。8月25日4時46分です。トレード始めましょう。どうすっかな、これ。これ国内各地でネット障害っていうのは大丈夫なのかね？ポケモンができないってことかな？40で利確しようかな、一回。投げさん持っとこうぜ。持っとこうって。あ、そう。さっき怖かった。いや、逆差しかかったんだよ。かかったけど、もう一回ロングした。ちょっと これいいか？いや、設定するの結構大変だな。これさっきの下げでさ、下行きやすくなっちゃったんだよ。皆さん、バーガーありがとう。
おうおうおうおお。何だったんだ、さっきの下げは。さっきの下げは何？逆差しを狩るためだけに下に行ったっていうこと？何それ？再びあれじゃん。170銭目指してんじゃん、ドル円が。あ、ドル円になってんのか、これ。ポエン。69は、これ1分になってる？ 1 分になってるね。ドル円？ああ。ここで？ 69まで来ない。70いくかな、69までいったら。70いったら幕開けだよ。幕開け。ポンドにすっか。ポンドも今難しいとこだな。もみ合いになっちゃったからね。ドル円もっと難しいよ。40、40。すげえな。ポンドってのはなんでこんな変な動きするんだろうな。怖いわ。もうほら、40で戻るかと見せかけて抜けてくるんじゃないの、これ。ねえ、神様さん、かられなかったな。かられたよ。かられた。かられたんだけど、あ、40がレジスタンスになってる。かられたんだけど、もう一回ロングしたよ。負けるかーっつって。抜けてくるな、これな。ちょっとあれだ、あ、動画をアップしないと。23、逆差し23だったからさ、かられちゃったんだよ。かられたんだけど、23でもう一回貼り直したよ。神様さん、ドル円を手締まって、ポン円エスしてやった。ドル円を手締まって、ポン円 S してやった？ S した？ S した？ドル円を手締まって、ポン円 S してやった。ほんとか？ちょっと待って、14時48分。これどれが、ああ、これがダメなファイルだな。3時14分。OK。ああ、14時2分。これだ。神様さん、ドル円もクロス円も弱い。
奴隷も殺せんも弱い。一回利確しようかな。一回利確して、もう一回したとこ、来たところ。一回利確しようかな。いや、これは持ってた方がいいよ。持ってた方がいい。何かの拍子に上行くよ。あ、ちょ、何かの拍子ってのはさ、あれだよ。あれだよ。ジャクソンホールだよ。今だから様子見してんだよ。ジャクソンホール、どうしようかって。様子見してんだって。これじゃないな。これか？これか。あ、ちょっと待って、これにして、ちょっと、今ちょうど小康状態な。一回下行ってさ、全部買っちゃったんだよ。逆差しを。全部逆差しを買っちゃったから、今買い戻しが入ってくるから。ちょっと待ってな。140.6？ 逆差しってのはどういう逆差しなんだろう。140.6で、ああ、140.6で駆られたらしょうがないってこと？一回利確しようかな、ほんと、40銭。また30銭まで下がってきそうな気がするよね。なんか一回利確して、下がってくるの待った方がいいんじゃないかなと思って。3S だから。あ、S だからね。分かってるよ。60銭までいったら逆差し値が発動するんでしょ。神様3140.38S。お、いった、いったいったた方がいいよ。きれい、神様きれい。L 切っちゃうのかよ。L 切っちゃうのかよ。5000円でいいかな、今日は。でも明日の朝まで持ってたいんだけどな。長いよ、一日。まだ。L 切った方がいい？ 神様さんまだ10ピップだから。10ビップでいいんじゃないの、もう。十分だよ。これ4000円取りたいな。
エヴァさん来年まで持ってて OK。 そんなに大丈夫なの？じゃあ来週まで持ってようか。うん、来週まで持ってようか。神様さん強いのか弱いのかわからんね。強いんだって言ってたじゃん。60超えたらもう青天井だよ。ほら、ドレンガ、ドレンガ。エヴァさん本当は嘘だブリュー。今どっち行くか俺も知らない。あ、知らないの？あ、ドレンガ70行く。ドレンガ70行った。飛ぶ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 飛んばない飛んばない飛んばないなら飛んばないなら飛んばないなら。70。うわ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 。70抜ける抜ける。エヴァさん今はどっち行くか確認の小鹿な俺は。あ、抜けちゃう。いや、抜けないね。ロー。ロー、ゴー。ゴーストバスターズ。イエス、イエス。一旦理覚しようかな、これ。ポンエン。ポンエン理覚。大丈夫、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 大丈夫。エヴァさんをめめ。オッケー、ギリギリ。ギリギリ、よし。1万。これでどこで、あれするかだよな。もう一回ポジション持つかだよ。今日5000円。5000円十分だよ、あんた。5000円。本日の収益5000円。7000円。一時7000円含み益までは見たからね。それが5000円だもん、十分だよ。これ左側に表示してんだけど。ドル円、あ、すげえ。上行っちゃった。あ、50銭。あ、もう一回下がんない？下がる。神様さん、今日は調子いいね。あ。お願いしますだ。ゲニー、ゲニー、ゲニー、ゲニー。よし、アフラック。あ、戻んな。よし、危ない危ない。
よし。グッド。だから今日は運がいいんだって。本当は明日の朝まで持ってたいんだけど。よし。エヴァさんちょこちょこギャグ入れてくるけど繋がりがわからんので繋がりがわかんねえって。24000円。ただ掛け声入れてるだけだよ。ただ掛け声入れてるだけだよ。なんか言いたいんだよ。なんか言いたいんだよ。なんか言いたくならない？あ、もう一回来るよ。もう一回来るよ。あ、6級でショートする人がいるからね。ポン、あ、ドル円を。これ、あれだな。レジスタンスで何回も何回も取れるパターンじゃない？起きた。ほら。あ、これいいか、いい感じ。これもうちょっと行く？あ、行かないよね。行かないよね。行かない。あれ、入んなかった。あー、入んなかった、今。練習、練習。クリックの練習。あー、今、美味しかったじゃん、ちょっと。相場に熱くなったことない。相場に熱くなる？ああ。相場に熱くなる？いつも熱いよ。あ、上行っちゃうよ。上行っちゃうよ。ほらほら。あ、下がった。こっからドル円上。GO インキョウゴさん、このアプリ使ってる人たまに見かけるけど、どこの FX？ あ、これ？これあれ、あの、マネパ。マネーパートナーズ。神様さん、配信向きだけど、勝負師向きではないな。そうだな。熱くなりすぎるともう、ダメだからね。あの時最悪だったな。ブリグジット。ブリグジットの負けが痛かったわ。あ、来たよ、来たよ。あ、今よかった。ブリグジットの負けが痛かったな。ちょっと見えないな、これ。ちょっと見て。あ、いった。ああ。ああ。どっちだ。はい。入らなかったよ。今入ってよ。今入ってよ。エヴァさん、決戦さんは熱くなると無言で追撃始めるから分かりやすい W。 追撃。あ、これ上行ってんだ、ポン円が。ちょっと待って。これ上行っちゃうんじゃない？どれも。行かないね。神様さん、ハイローは肝心な時に孤児が滑るからやる気なくす。あ！ GO 陰強子さん、個人的には MO だろう。
上行っちゃった。惜しいんだけどな。ドローじゃん、それ。今これどうし、これず神る。様さん、今のも入らなくていい時には約定。ねえ。あ、0.001負けてるわ。神様さん、プログラミングされてる、記載する。ああ、終わっちゃった。レジスタンス終わっちゃった。待ちましょう。待ちましょう。イベントが終わってしまいましたね。差し値入れとくか。25銭かなんかに。25銭まで来ないね。30銭、30銭まで来たら、すごいかな。28銭ぐらいに差し値入れとくか。差し値。じゃあ、27?27?なんか差し値入れなくてもスルスル来そうだけど。いや、これすごい酒だね。これ30秒でどん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 ローしていくとさ、全部勝つんだよ。これね。これ美味しいよ。この下り坂。まさかだよ。まさかの。指し値。指し値ってやるとね、293、28、逆差値8ピップ、27、8ピップ、利食い。利食いをね、200にして。発注。